東京工芸大学は東京都中野区本町2丁目に本部を置く日本の私立大学である。1950年に設置された。大学の略称は工芸大社長6代目杉浦六右衛門の日本の写真技術の振興に寄与する人材を世に送り出し国家の発展に貢献するためには写真教育を行う専門の学校が必要である。という理念を継ぎ七代目。 杉浦六江門により、1923年に小西写真専門学校として設立された。日本では数少ない写真学科、メディア画像学科を設置した大学である。2003年4月には芸術学部に日本初となるアニメーション学科が開設された。厚木キャンパス1923年に日本初の写真学校として、 小西六写真工業社長が創設した小西写真専門学校を原点とする著名な写真家を多く輩出している写真が工学的写真技術を用いて美的価値のある写真を作り出すことから本学では工学と芸術が相互に深く関係するものとして捉えられてきた実際大学名にパリテクニックという単語が使われている新学生により 東京写真短期大学として発足。1966年には工学部が新設された。これは従来の写真の理論教育に高い水準の工学的基礎教育を学部増設を機会に拡張したもので芸術学部の拡張と位置づけることができる。教授陣や菊池慎一学長ら芸術、写真畑の写真、印刷に詳しい教員が 写真の理論と科学を基礎に芸術学部に工学部を増設した功労者であった。こうした事情もあり、当初工学部では画像メディア工学とナノ科学を学問的領域の中心としてきた。最近は工学部における建築学の充実に加え芸術学部も写真学科のみならず映像学科、デザイン学科、インタラクティブメディア学科、アニメーション学科、 ゲーム学科、漫画学科が加わり、大きく拡大している。東京写真専門学校時代の1907年生の、渡辺義夫、東京写真工業専門学校時代の1924年生の、新田光夫、東京写真短期大学時代の1933年生の、細井栄光がいた時代、科学を基幹とした写真の処理と、気化工学的応用物理と、 写真の撮影技術の三本立ての工学と芸術の融合した専門教育が行われた。さらに芸術的側面からは写真美学等の芸術学の講義が行われていて、ある意味での工学と芸術の総合教育が成立していた。1970年代までは、現東京工芸大学もその教授資格が柔軟で短期大学を卒業して、 優秀な者が上勤教員となる場合があった。短期大学部もその伝統を継承し、工学部においても基礎過程に応用物理学と応用科学と機械工学を並立させるなどした。東京写真短期大学から工学部長に博士号を有しない林和夫教授が就任し、工学の広範囲を網羅する学的領域を機関として芸術と工学の 全分野を教授する非常に前衛的な教育を実施していた。その後、写真科学の基本と印刷工学の基本である、応用科学と物理科学の分野が独立し、応用科学科となり、現在の名の科学科に分子した。芸術と最も深い関係のある建築学科を加え、電子工学科が追加された。しかし、当初の芸術と工学の融合、 また物理と科学と電気と機械の融合の理想は各専門領域の高度な技術革新に伴い現実的に教授することができなくなった。文化が進み柔軟性が薄くなった。芸術学部も工学系出身の芸術学部教員が工学の学際領域を一部教授している教員もいるが入学者の大半は文系学生であるため工学的な教育研究に 困難が出てきている。また、インターフェース等の改良により、ゲーム、インタラクティブアート等の一部を除き、かつてと比べると、工学的知識があまりなくとも、撮影機器、ソフトウェア等の利用が容易になっているという現状も、ある。しかしながら、前期の通り、他の大学と異なり、各学科との情報交換が非常に進んでいる。学問のハイブリッド化という言葉もあるように、 複合科学技術の追求が東京工芸大学の特色の一つと言える。また、現在の東京工芸大学では、かつての東京写真大学時代と異なり、教員の学位取得者が多数に上り、高度化した。中野キャンパス正面学部大学院どの専攻においても、博士前期課程、博士後期課程を設置している。別科施設21世紀 COE。 プログラムグローバル COE プログラム共同利用、共同研究拠点私立大学学術、研究高度化推進事業。ありがとうございます。